はい、おはようございます、トーレイです。残すところあと2日ですね。今日行くのは、これからランバンですね。その後に、エルメスの小物の展示会があって、その後はちょっと時間が空いてパームエンジェルスのショーでおしまいです。はい、今ですね、無事ランバンの会場に着いたんですけど、見てもらっていいですか。ここにも上りが、シェンギーって人かな、中国語だから中国のアイドルなのかもしれない。パリコエの変容ですね。この話について詳しくは、ちょっとセミナーでしっかり語りたいなと思うんですけども、半年前と全然違う。 Excuse me, who is Chan Lee? Chinese actor. Chinese actor. Superstar. ありがとうございます。なんかくれました。あ、これ、あ、ありがとうございます。どうしよう、ファンからチャンレのポストカードをいただきました。誰かな、友達に送りつけようかな、ゆうとくんとかね。コロネット株式会社の代表取締役社長の七宮と申します。ランバン等の、日本のですね、販売代理店をやってます。はい、七宮さんとってのランバンの一番大きい魅力は、洋服が非常に素晴らしいということで、今までも雑貨じゃなくて洋服でやっぱりこう売れてきたブランドなので、洋服に近い、それすごいですよね。実は本当の実力ってことですもんね、そうですね。洋服で今後もですね、光化学のブランドになったらいいかなというふうには思ってます。中はこんな感じです。わー、熱狂熱狂始まりました。バラクラバとして被らない被り方可愛いですよね。色の使い方とかすごい好きだったなと。特に小物、手袋とかバッグとか、あとはタートルネック、ちょっと出しみたいなところとかの差し色の使い方とかがすごい素敵だったなと思いました。成熟した人に向けての服作りしているなって感じをすごいしました。はい、次はエルメスの展示会にやってきました。大盛況大盛況。昨日ね、いただいたショーのブックが間近で見ていただけるんですね。ここら辺のシリーズすごい私好きでした。この深みのシルクニット、シルクニット、こういうラメも入っていて、このモチーフが樹皮、確かにこうちょっとランダムなうねうねが、でこれがルック、ビーズ使いがすごく、16,500個、ビーズが16,500個、80時間を使って縫い付けているんですね。クチュールですね、もうね、袖がちょっとクラシカルな感じですね。しかもここの短いの超かわいい。これはかわいい。わ、すごい、このドッキングすごいですね。あ、しかもここの切れ込み深く入ってるわ。大きいバッグ持ってたやつあるじゃないですか、あれ実はジップで結びついて大きい寝袋になる仕立てになっております。かわいい。パーキンにハーネスがついて肩掛けできるようになりました。あのパーキンにカバーがついたのもありますね。これもエルメスと H になってますね。この形でもなんか初めて私見たかもしれない。これかわいい、こう大きくなってるのがパタンってなって靴になってるんですね。ここはスカーフゾーン、エルメスといえばですもんね。おージュエリーですね。あら、この2円のシリーズもキャワなんじゃないですか。このシリーズかわいいな。すごいな、すごい、このなんてネックレスといえばいいのか、片びらといえばいいのか。
フリンジがついたり、スタッツがついたり、レザーのパッチワークがついたり、ちょっと斜めってます、こっちが正当です、この斜め具合かわいいです。はい、今パームエンジェルついたんですけど、すごいよキッズが、ほらここまで行く、始まりました。パームエンジェルスどうでした？今回なんか本当大人になりましたよね。私初めて見たのレディス、なんかもっとストリート色強いブランドだったかな、まあ、ラグジュアリーストリートみたいな、かなって思ったけど、今回なんかレザーとか、ベルベットとか、なんかスタイル自体もなんかテーラードが多かったりとか、確かにテーラードありましたね。僕すごい好印象でした。はい、パームエンジェルス見たと思うんですけども、どうでしたか？すごいテーラードが綺麗だった。綺麗だったね。私そのミックスがすごい楽しい、楽しいっていうか、まあ、ラグジュアリーの刺激的な感じです。あと演出も面白かった。なんかすごい音楽出身って感じしませんでした？そうね。はい、そんな感じです。じゃあ次行きます。じゃあね、今日はこんなザ・クラシカルなフレンチ料理屋さんに来てます。では乾杯。バイ。初めまして、アッコです。そしておなじみゆうくんでーす。行く人いるな。いやいや、ちょっと魚天国楽しい。残すところあと2日ですね。あ、ちょっとアラーム鳴るってね。ええよ、並んで大丈夫よ。で、今日はですね、結構盛りだくさんです。私の中でも、ベストオブハイライトの日です。まず今いるのはステラ・マッカートニーですね。で、その後ちょっとプレゼン行くかどうか迷っているのが1個あって、その後ルイ・ヴィトン、その後サッカーイン、サッカーイン。とりあえずステラ行ってきます。じゃあねー。これからステラ・マッカートニーのショーに行ってきます。この可愛らしいコートがそれですか？はい、かわいい。今日はあったかそうで安心しました。ありがとうございます。じゃあ気をつけて行ってきてね。じゃあねー。なんずかと申します。あのギャラリーをやっております。なんずかギャラリーで原宿にあるんだよね。そうですね。なんずかさんにとってステラってどんなブランドなの？うち空山はじめを、はいはい、扱っているので、空山とステラがずいぶん昔からの友達で、ステラが日本に来るときに空山のスタジオにいつも遊びに来てくれたりっていう関係で、ステラのちょっとチャリティー系のイベント、プロジェクトがあって、それにそれも作品提供したりなんかしてる。あ、じゃあそういうアートとも関係が深いブランドって感じなんだね。そうですね、はい。会場入りたいなと思います。何かこう馬の練習とかしそうなところで、会場はこういう、それをみんなで見るじゃない、ひな壇みたいな感じになってますね。アナウィンターがいた。いろいろこう書いてあるんですけども、ステラってサステナビリティにとってもこだわっているブランドの大ヒット株主みたいなところあるんじゃないかなと思うんですけども、今シーズンは 89% くらいが環境に配慮した素材になってますと。で、これは一番ステラの、あの冬のコレクションの中で 1% が高いものになっているっていうことが書いてありますね。始まりました。
スかっこいいですね。采配はすごいよく見るなと思います。よく出てますね、ステラで。個人的に私好きなルックはこちらになります。カジュアルなラガーシャツに再配布ですね。そういうのやってみたいな。あ、これ馬柄だ、馬だけにね。これも大馬柄かな。動物をモチーフするの今回多い気がします。さっきのラガーシャツこういう風になるっていうのもかっこいいですね。これ欲しいやつですよ。馬がぐるぐる回っておりますよ。入ったトップスとかワンピースもいいですね。胸の秋が潔くてフィナーレです。今回は本当色味をすごくぐっと控えたシーズンですね。白、黒、赤で基本的に構成されているというか、ここら辺のラストボールックの色使い私好きです。ステラいかがでしたでしょうか。すごくまずもう馬が可愛すぎて、可愛すぎた、そっちの方に最初気が入ってたんですけれども、うんうん、どうですか、長いニットのマフラーとか、うんうん、ブラウスの帽体の部分が長くて、うんうん、歩いてたらたなびいてたりっていうのが今回多くないですか、全体的に。あ、そうかもしれないですね、うんうん、言われてみると、うんうん、すごい素敵だ。ステラ無事終わりました。やっぱりステラ本当になんかこうサステナビリティの先駆けみたいな存在なので、その社会的責任だったりとかいうことをより強く軽やかに優しく楽しく表現したショーだったなと思いました。はい、ドルセイ美術館に来ました。ルイ・ヴィトンのショー会場ですね。実はこの後堺のショーがあるので結構タイトなんですよ。なのでここは入りだけ専念して撮って、堺で入り中で全部やろうかなと思っております。マイコテンテー、マイコテンテー、モノモランができたよ。あ、言ってたね。モノモランができていながらかっこいいですよ。あ、結構思ったよりも中が広い。ファーストルックです。下げるシリーズがロエベに引き続きまた出てきましたね。これとかバッグと服の中間みたいな、これすごいシルエットがこう構築的なものが多いなと。張りのある素材でカチッとした感じが多いなと思いましたね。世界の水玉珍しくないですか。この素材感なんかこういう風な感じ。今回みんなヒールが共通しているというか立つ底のハイヒールみたいな。はい、フィナーレです。素敵でしたね、今回。どんな感じのところが素敵でしたか。これは阿部さんが言ったことなんですけど、うんうん、普通に本来ここにあるものがここになってたりとか、常識とは違うものも美しいんだよっていうことを見せたって感じで、うん、違うとこにその袖とかがあったってこと。袖がこう帽帯みたいになってたりとか、うんうんうん、っていうことだと思うんですけど、
なるほど、ありがとうございます、はい。堺にいた方の思うんですけど、どうでした？いや すごくエレガントで、うんうん、よかったです。安倍さんのなんか新しい境地を感じましたね、うん、ご本人もバックステージで言われてたんですけど、美意識をなんか変えたいっていうことをおっしゃってたので、でも確かにそのフォルムの作り方とか、しつけ糸をわざと残したようなあの感じとか、うんうん、今までに違う左右対称のフォルムとかに違うその洋服のエレガンスみたいなものを作ってるっていうので、あとやっぱり白黒モノトーンにですね、色をすごい抑えてましたもんね。 そこもやっぱりフォルムの特質さみたいなものをこう際立たせる、際立たせたいっていう。なるほどなるほど、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、今現在ですね、ちょうど夜の8時ちょっと過ぎたくらいですね。実はですね、今日ある素敵なマダムが開催する食事会に呼ばれていて、今からそこに行こうかなと思っております。これですね、多分ボソワイズ。ボソワイズ。こんにちは。すいません、遅れました。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。うん、本当だ、飲みやすい。じゃがいものキャビアのせいって言えばいいのかな。本当これ美味しいの。そうなんだ。ウォッカ入りました。ウォッカ入りました。ウォッカ入りました。女の子を騙して飲ますやつというチェリーウォッカです。いやでもこれなんかね、怖い、すぐ飲めちゃう。ありがとうございます。ババさん大体もうありがとう。クイーン行くよ、クイーン行くよ。いやー、ようやく最終日まで来ました。あとはもうやりきるのみですよね。今日は朝からシャネルのショーが一つ、そして昼一に、ミュウミュウですね。で、行けたらなんですけども、ワイプロ行こうかなと思っていて、この3つに集中して撮りたいなと思ってます。いやー、この3週間いろいろあったなとか、でもこれで全部終わるんだなとか思うと、いやー、なんかしみじみしますよね。本当に気持ちいいですね、やっぱ朝の散歩は。これね、東京じゃしないからな、ずっと寝てるのに。なんでパリとかだったら朝起き気持ちいいんだろうね。会場に着きました。30分くらい時間に余裕を持ってきたつもりなんですが、見て、もう始まってますね。全然始まってますね。おー、セレブ待ちの人があっちの方にまで。スターは会場に入ります。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。誰なんだろう。今回も映像作家さんが起用されているということで、女の子が木馬に乗ってます的な。会場、シャネルの象徴とも言われる大きいカメリアが真ん中にあって、基礎が配置されているような状況ですよね。写真集みたいなのがあるんですけども、これさっき の動画のこの子誰だろうと思ったら小松菜奈ちゃんでしたね。シャネルの広告になっておりました。
どうでした今回のシネル。シネルのやはりまた原点に戻ったっていう感じでカメリアをクローズアップした、うんうん、白がなんかいろんな色に染まるんだっていうなんか女性の変身じゃないけどなんかいろんなファッションに対するあの関わりということでもっと楽しめるんじゃないかなっていうのを感じました。なんかお気に入りの句とかありました？最後の方にシースルーのワシントリーのドレスなんだけれども、裾の方にラメのカメリアの刺繍出してあるのが一番素敵だったな。素敵、なんかいつもなんかポエティックなこうコメントがテレミさん素晴らしい。今回のシャネルどうでしたか？最高、日本の誇りですね。奈々ちゃんがもう大フィーチャーされていてね、パワーもらいましたね。なんかお気に入りのルックとかありました？でもやっぱり終盤でできたドレス、うんうんうん、キラキラのドレスとかはやっぱり素敵だったの。もちろんツイードのなんかちょっとアシンメトリーになってるようなジャケットドレスとかもすごい素敵だな。今日のやつももしかしてそう？これそうなんです。でもビンテージです。似合ってる。いや素晴らしい、ありがとうございます。チャンネルいかがでしたでしょうか？チャンネルめちゃめちゃ今回はなんだろう、ブラックを基調にちょっとモードでエッチな雰囲気も感じさせつつ、うんうん、でもこう随所にフェザーだったりカメリアだったり装飾を飾って、うん、すごくエレガントにしてたっていうのがすごくやっぱ今回の印象的だったなと思います。なるほど、ありがとうございます。なんかそうカメリアモチーフがすごい使われてたなっていうのが一つと、あとはそのデザイナーさんが本当にシャネルの持ってる伝統だったりとかモチーフっていうのをものすごい大事にして、それをリスペクトしながらものを作ってるんだろうなっていうことをすごい感じましたね。次はじゃあちょっとミュミュに行ってみたいなと思います。まだ30分前なのにえらいことになってます。もうなんかセレブみたいなのが来てるのかな。会場に向かうまでがレッドカーペットみたいになってこうちょっと立ち止まって写真を撮るみたいなのが恒例行事になってます。ここで立ち止まって写真撮られないときついなみたいな。そうですね、だからインフルエンサーってめちゃめちゃ大変だと思う。会場はこんな感じになってます。ちょっと高台のランウェイになってる感じですかね。ファーストルックです。なんか淑女だけど透け感がある感じですね。こっちはトップスに透け込むか。髪の毛ちょっとボワーっと寝癖みたいになったやつ、かわいいですね。違ったら返してもらえないやつですね。今回割とメンズも多めにルック出してきてるなっていうのが印象ですね。バッグの持ち方にもプレゼンテーションがあるんですね。こんな風に淑女持ちみたいのがみんなしてますね。このカラーリング私めちゃめちゃ好きです。ミュミュ見た後だと思うんですけれども、いかがでしたでしょうか？コンセプチュアルなショーで、うんうん、あの皆さん同じこうカバンのポーズ、あこういうやつ、淑女みたいな、カジュアルなものとエレガント、うん、ちょっとレディーなものとの対比がすごい感じるコレクションだったなって思います、うん、ありがとうございます。じゃあ次はトーコレかな。じゃあねー。ミュミュのお得意とするところというか、ミュミュのその強いところ の, その透け感とかみたいなところとか露出みたいなところは踏襲しつつも、固い仕事についている OL さんみたいな感じのシックな感じなんだけれど、ミュミュ の, その露出だったりとか透け感みたいなのが出てて違和感がある服がたくさんあって、
私個人的にはすごい好きでした。そしてミュウミュウもなんかサイドを落としたというか、派手な色っていうよりもこう結構地味めな色で勝負しているなっていうのを感じましたね。コレクション全体的に そんなに色味を押さないというかシーズンだなというのはまた感じました。さあそして最後のショーはですねワイプロですね。まだそこまで人入ってない感じなのかな。マダム、カネテカピガビューバーソーユー。オッケー、 Thank you。 こんな感じです。ちょっともう人が入ってる感じですかね。どうでしたか。まあ、ワイプロらしい。でもなんかディーゼル色が強くなってる気がします、うんうん、あちょっとそれは分かります、うん、デニム多かったし、やっぱそっちで今彼やってるから、その影響が今逆インフルエンスしてるというか自分のシグニチャーにも結構反映されてるかなと思う。ありがとうございました、はい、そして、パリゴロお疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあまたまた、はい、そして東京で、はい、じゃあね、ありがとうございます。素材とか生地感とかがすごいこだわってるのが多いなと思いました。こう加工をいっぱいしてあるやつとかデニム引き裂いたみたいな感じですとか、まあ、面白いなと思ったのと、あとマフラー巻きかけにしてるみたいなやつ、スタイリングで面白いところもちょこちょこあったなと思ったり、やっぱり2つのブランドを引いてるっていう立場から必死に頑張ってる感じがしました。あ、いいかっこいい人来た。ちょっと待って、よしよ、やりたかったいい、come hereVamos! Thank you! はい、そして無事ホテルに戻ってきました。そしてパッキンも全部終わって、やることやって、あとはもう飛行機乗るだけになりました。ミラノコレクション、パリコレクション、現場の空気を皆さんと一緒に、共有できたこと、この動画を通じて共有できたことをすごく、嬉しいなと思ってます。パリコレとかミラノコレクションっていうとちょっと自分とは遠いような存在に考えられがちなんですけど、全然そういうことではなくて、皆さんが今着てる洋服とか今好きだなって思ってるものの延長にファッションショーがあるよと思うんですよね、私的には。なので現場の空気を届けたかったということでした。とりあえず一旦締めたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。とはいえ皆さんご存知ですか、来週からジャパンファッションウィークは始まりますね。お楽しみに。頑張ります。